ビッグホーンは、かつて、イスズ自動車が製造、販売していた SUV である。1981年より、販売開始。形式の、UBS は、ビッグホーンの車内コードで、小型ボンネットトラックを指す。日本における乗用車のコンポーネントを流用した、SUV の草分けだが、当初は装備も貧弱な上、貨物登録のみで、商品力が弱く、 国内マーケットには理解されないまま販売が伸び悩んだ。またフロントマスクがあまりにもレンジローバーの衣装と似ており、自動車評論家にプアマンスレンジローバーと批判されたこともあった。このビッグホーンの登場の後にトヨタハイラックスサーフ、三菱、パジェロ、日産、テラノの躍進により RV ブームが起こったが、ビッグホーンは先駆でありながら常に これらの後人を排する存在に甘んじた。初期の UBS-52K は乗用車系の容量不足のフロントサスペンションとドライブトレインに起因する耐久性の低さが大きな問題であったがサスペンションの設計変更を行いエルフのエンジンとドライブトレインを流用した UBS-55K 以降はその弱点を克服した。メディアへの露出が増えてくると ごく自然なドライビングポジションや軽快で癖のないハンドリング、そしてクロスカントリーカーとしてのアクロ走破性など、蘇生の良さが認められ、次第にマーケットに受け入れられていった。その一方、開発費不足から室内の改良までは手が回らず、居住性や利便性への不評は、販売台数が伸びたことで逆に増える結果となった。 販売当初は国によって、トゥルーパー、中南米ベネズエラなどではカリベ442としていたが、1980年代末から SUV を持たないメーカーや、GM グループ各社に対して、イスズの OEM 社の主力として、アキュラを含む、ホンダホライゾン、スバルビッグホーン、GM は、シボレートゥルーパー、オペルとボックスホールへは、モントレー、ホールデンでは、 ジャッカルーの名で販売された。イスズの小型乗用車事業撤退後は主力車種となるが2002年の SUV を含む乗用車事業からの完全撤退に伴い日本国内向けの製造は終了となった。その後はイスズや GM 系海外メーカー向けなどの輸出専用車として製造されていたが2003年にこちらも製造終了となった。 二代目モデルは優秀なクロスカントリー車として、現在も根強い人気があるが、生産終了から年数が経過し部品の入手が難しくなりつつある。初代オンドアリアメッキモールを廃した日本国内のエクスポートとほぼ同じ外観のトゥルーパー LS 販売終了前月までの累計生産台数は49,131台。形式は、 ガソリン車が 6VD1 型エンジン搭載の UBS25、6V1 型エンジン搭載の UBS26、ディーゼル車が 4JG2 型エンジン搭載の UBS69、4JX1 型エンジン搭載の UBS73 である。それに続く D は、ショートホイールベース、G は、ロングホイールベース、末尾の W は、ワゴンの記号となる。 例えば u b s 2 5 d w と表記されると25で D の車両を指し、イルムシャー RS と特定できる。2ドアのショートホイールベースモデルと4ドアのロングホイールベースモデルがあったが、先代と異なり全て常用登録のみとなり、商用グレードが設定されなかった。エンジン等のコンポーネントやプラットフォームを共有する車両が存在する。サブネームが 社名に昇格するものも多く、ややわかりづらい。ロッキー山脈に生息するビッグホーンから取られたものありがとうございます。